皆さんこんにちは。ウルトラマンデッカーで龍門相馬役を務めます大地信長です。全然実感が正直撮影当日まで湧かなくて、ずっとふわふわしちゃってて、自分が怪獣と戦う世界に入るのかってすごく不安も緊張もすごかったんですけど、撮影をしていくにつれて実感が湧いてきました。なので最初は信じれてなかったです、自分自身も作品に参加するっていうことも。龍門相馬はクールで成績優秀、自分に厳しく他人にも厳しい龍門相馬です。そんな彼がガッツセレクトのみんなとどう打ち解け合って、みんなとどう戦っていくのか楽しみにしていただけたらなと思います。自分は大冒険の D で表したいと思ってます。普段からいろいろなことに興味を持ってチャレンジする精神を大切にしているので選びました。今やるしかねえは、去年できなかった夏らしいことを今年こそはやりたいなと思っています。それは今のご時世でできることが少なくなってしまったんですけど、キャンプとかバーベキューとか、それこそ今年はウルサマもあるので、皆さんと一緒にデッカを楽しめていけたらなって思ってます。7月9日土曜日朝9時から放送のウルトラマンデッカを世界中のみんなと、いや宇宙のみんなと楽しみに待ちたいと思います。なので僕たちと一緒に楽しみに待っててください。ウルトラマンデッカ放送開始まであと3日、明日のカウントダウンメッセージはキリの市川役村山優香さんです。お楽しみに。